ターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日は冬至前の調整、体と心のデトックスというテーマでシェアをしていきたいと思います。12月になってから感じていることなんですけれども、体のデトックスと心のデトックスが、今まで以上にすごいなっていう感じがしていて、特に体に来ていて、その体の不調とかが原因で、心の、これまで自分のが抱えてきた何かその恐れであるとか囚われであるとか、そういうのが一緒になって出てきているような気がしています。私に起こったことはものすごいめまいでした。で、今もちょくちょくこうクラッとすることはあるんですけれども、本当に数日間強いめまいで、自分の世界がぐるぐる回ったり、あと常に地震が起こってるような、こう地面が不安定な感じがして、あとはこう首を横に動かしたりとか、上を向いたりとか下を向いたりとか、寝たり起きたりするタイミングでものすごく世界が回ってしまうので、そのことによってものすごい恐怖な感じが来たりとか、その自分のこれまでこの地球で生きてきた生きてきた人生の中で感じてきたものすごい絶望感とか怖さとか、そういうものが一気にこう押し寄せてくるような、そういう体験がありました。で、その他にも、なんか山で遭難しそうになったりとかで、自分がものすごくパニクってしまって、一瞬でもうなんか生命の危機を感じるっていうか、ものすごい怖さ、生きるか死ぬかみたいな怖さを感じてこうパニックに陥ってしまったりだとか、何かこう自分が思っていたのと違った予想外のこととかがポッて起きた時に、ものすごくざわざわしてものすごく怖くなって、それについて考え続けてしまったりだとか、すごく現実に一瞬で張り付いてしまって、その幻想にとらわれすぎて恐れに飲み込まれるっていう、そういうことが本当に12月に入ってから多々起きていて、なんかその安心を保てないというか、心のが揺れていない状態を保つことがちょっと難しいような、そういろんなその想定外の出来事からすごく心が揺れてしまうので、なんかそのこれまで地球で生きてきて作ってきたカルマとかトラウマとか、そういうものが一気に今もう解放しようとして出てきているのかなっていう気がものすごくしています。で、あとは、なんかこう誰かに対して疑心暗鬼になって信じられないくて、こう疑いの気持ちを持ったりとか、その自分がもういつもの普通の状態とは違う状態になりやすい状態で、そういうのもやっぱりその最後の心のデトックスというか、もうその地球の波動が本当に上がってきているので、もう本当の最後の最後の底の方にくっついてこびりついていた、そういう奥深い
ことですらも浮き上がってきているっていうような、そういう感じがしています。で、私たちがそういう状態になってしまった時にどうすればいいかって言ったら、やっぱりそれは、あ、自分は今現実に張り付いてるなとか、あ、自分は今恐怖に飲み込まれそうになってるなとか、あ、今、あ、幻想にとらわれてるなっていうことにその都度気づくこと、それがすごく大事な気がしていて、で、やっぱりその集合意識的にそういうふうに揺れているので、うん、私たち一人一人がそれに気づいて安心の波動を出していくだけで、すごくこの地球にも貢献できると思うので、まずはやっぱり自分がそういう状態になったりパニックになった時に、その状態で、あ、自分今パニックってるとか、あ、自分今すごく恐怖が出てきてるとか、こう一歩冷静に引いて気づける、そういう力がすごく大切な気がしています。